ピレリ。ピレリ、ピレリシー &C は、中国加工集団参加のイタリア・ミラノに本社を置く、タイヤ、フィルターなどを製造する企業。タイヤ業界で、住友ゴム工業に次いで、世界6位。過去には、電線、通信用ケーブルも製造していた。特殊フィルター、古くから、海一世界選手権、詳細は後述、WRC にタイヤを供給し、 名前を馳せていた。WRC では、ランチアや,やトヨタに供給を行い、ライバルのミシュランを抑え高い成績を収めていた。近年ではスバル等に供給を行っていたが、2006年シーズンいっぱいで、スバルがミシュランにスイッチしみじ撤退。その後2008年から2010年までの3年間契約で、WRC の公式タイヤサプライヤーとして復帰。 2014年にもタイヤ競争に参加したが、ロバートクビサが WRC に参戦できなかったことで、RC2 へと縮小、2016年で撤退した。しかし d m a c が活動を縮小したため2018年に JWRC にワンメイクタイヤを供給するため、復帰した。会1への独占供給に伴い、 GP2GP3 シリーズにおいても2011年より、イチと同じ規格のタイヤを使用している。ブランパン GT シリーズへの独占供給も行っており、2017年開幕のブランパン GT アジアや2018年の鈴鹿10時間レースでも、ピレリのワンメイクになることが決定している。マトスカの主催の元 PWC。 ピレリワールドチャレンジを1990年から開催しており、2015年に25周年を迎える伝統あるツーリングカーレースとなっている。ランボルギーニやフェラーリのワンメイクレースでもピレリが供給することが多く、スーパーカーのタイヤイコール、ピレリというイメージを根付かせていっている。ニリンでもスーパーバイク世界選手権にタイヤを独占供給。 2017年の鈴鹿8体でも森脇がピレリタイヤを採用している。ピレリはに、回1世界選手権が開催された当初から参入したタイヤサプライヤーの一つでもある。アルファロメオ、マセラティ、フェラーリなど、イタリアチームに対してタイヤを供給した。当初は、インディ500以外のほぼ全てのレースで、ピレリタイヤ勢がレースを先見した。当時の F1 では、 チャンピオンシップとしては、インディ500も含まれていた。しかし当時のトップドライバーであったファンマヌエル・ファンジオが1954年のフランスグランプリより、メルセデス・ベンツに移籍すると、メルセデスが使用していたコンチネンタルが戦するようになる。ファンジオは1956年に、フェラーリに移籍し、ピレリタイヤによる勝利も元のように大半を占めるようになるが、 1958年からフェラーリにベルギーのタイヤメーカーであるエンゲベールが独占供給。さらに、イギリスの有力チームバンウォールもピレリからダンロップへ変更した。また、他の有力チームであるクーパーもコンチネンタルやダンロップのタイヤを使用するに至りたため、一生も上げられず、ピレリの第一期活動はこの年で終了する。より、 実に23年ぶりのタイヤ供給となった。当初はアローズ、フィッティパルディ、トールマンに対して言ったが、年間を通して入場をしたのはアローズのみという、厳しい復活初年度を迎えた、P1 回、表彰台2回、10PTS。ただし、アローズは、ミシュランとタイヤをシェアしており、完全な独占供給チームは、トールマンだけだった。年は、マーチ、 エーボンとシェア、オデ、ラモ、ピレリタイヤを使用した。総獲得ポイントは q p t s なお、この年限りで、フィッティパルニは撤退、アローズは、グッドイヤーを選択する。そのため、1983年からは、ロータス、ラムへ供給先を広げ、ピレリ勢の総獲得ポイントは 23PTS。うち、ロータスが、PP1 回、表彰台1回を獲得した。 1984年はロータスがタイヤサプライヤーをグッドイヤーに変更したため新たにスピリット ATS へも供給したトールマンとオデッラがポイントを獲得するがトールマンはシーズンの途中でタイヤサプライヤーをミシュランに変更 ATS のゲルハルトベルガーもイタリア GP で6位入賞を果たすも開幕時点で ATS は1台エントリーとなっていたため2台目の マシンとして走らせていた、ベルガーの入賞はカウントされなかった。3回の表彰台と 18PTS。からはミシュランが撤退。グッドイヤーとの直接タイヤ戦争となった。同時に、ピレリヒ役の年として期待もされた。ブラバム、リジェ、ミナルディが新たに供給先として決定した。ミシュランを失った、トールマンも第4戦モナコグランプリから撤退した。 スピリット分のタイヤを購入するという形で、再びピレリを使用。第7戦フランス GP で、ブラバムのネルソン・ピケが優勝を果たし、1957年、イタリア GP における、バンボールのスターリングモスが勝利した以来、実に28年ぶりのピレリタイヤ勢の勝利でもあった。PP2 回、優勝1回、表彰台6回、49PTS。 1986年、トールマンがベネトンに買収されたことにより、ピレリによるタイヤ供給が正式に再開された。この年は参戦者年度になるベネトン旋風を巻き起こし、手をはびは2回の PP を獲得。ゲルハルト・ベルガーは、メキシコ GP でタイヤ無交換作戦という奇策に出て、これを見事に決め、優勝した。この勝利が第2期ピレリ最後の勝利であった。 1986年のピレリ勢の総獲得点50、50PTS 上位チームへの供給がない中での検討は見せたものの上位チームへの供給を独占していたグッドイヤー勢に対しては立ち打ちできずこの年限りでピレリは再び海一へのタイヤ供給を休止した一時休止から2年間のブランクを開けて再び グッドイヤー勢とのタイヤ戦争を開始した。グッドイヤーに比べタイヤ供給量を安くする戦略を取り、これによりチーム運営資金が決して潤沢ではな、新山チームやスポンサー獲得がうまくいかないチームへ供給をした。スクーデリアイタリア、ブラバムが各1回ずつ表彰台を獲得し、ミナルディも 6PTS 獲得する活躍を見せた。その他ユーロブルン、ザクスピード、オゼッタ コローニに供給するも、これらは上位に食い込めるほどの戦闘力がなかった。は、新たにティレルへの供給が開始された。開幕戦アメリカ GP では、ミナルディのピエル・ルイジ・マルティニが予選2位。開幕直後で、前年型のティレル018を狩るジャン・アレジが、スタートでトップ立ち、34周目まで、ラップリーダーを守る、大活躍を見せ、2位表彰台を獲得、モナコ GP でも、 同様に2位獲得を果たした。コースや温度環境によって、ライバルのグッドイヤーよりも高いパフォーマンを発揮したこともあり、特にストリートコースでの性能は非常に高かった。また、ティレルではチームメイトの中島悟も6位を3度獲得した。は、ブラバム、スクーデリアイタリア、ティレルに加え、5年ぶりにベネトンへも供給した。レースに関しても前年同様に、 ストリートコースの特性があり、開幕戦アメリカ GP では、ベネトンのネルソン・ピケが3位、ティレルのステファノ・モデナ、中島・サトルが4位、5位とまずまず好調なスタートを切った。しかし、路面高温時の性能に難があり、夏バテタイヤと揶揄されたほどであり、比較的気候が涼しい地区では、良いパフォーマンスを示したものの、気温の高いコースではパフォーマンスに傾ったことは、否めなかった。 最後の勝利は1991年、カナダグランプリのピケであり、ウィリアムズのナイジェル・マンセルが、ファイナルラップで、突然のストップによって得た勝利ではあったものの、それまで2位を走行していたことからも、さらには、同じピレリタイヤを使用していた、ティレルのステファノ・モデナが、同コースで2位に入り、ピレリ勢が1から2フィニッシュを飾った。気候の涼しいカナダすなわち、 路面温度が低い状況での活躍は、当時のピレリタイヤの極端な特性について語られるエピソードの一つとも言える。また、当時予選用、旧タイヤを使用後、表面をヤスリのような工具で削り、皮むき作業を施して、再使用していたこともあった。ピレリは1991年をもって、そしてタイヤ供給した3戦数2 0 0戦目にして、第1から撤退した。 2010年4月30日、ピレリが FIA に対して正式にタイヤ供給を申し出たことを発表。6月23日、世界モータースポーツ評議会が開催され、FIA により2011年からピレリが F1 にタイヤを供給することを定めしたと正式に発表した。なお、契約期間は3年であり、実に20年ぶりに、 イ一のヒノキ部隊に帰り咲いたことになる。また、イ一と同規格のタイヤを GP2 にも供給することを発表。双方からのタイヤデータをフィードバックし、よりレースにエンターテイメント性を高めることを狙いとするなど、レースを白熱化させるコンセプトを明示していた。ピリリは本格復帰に先立ちニック・ハイドフェルドとテストドライバー契約を結び、 2010年8月17日より、トヨタの TF-109 を使ったタイヤテストを開始した。しかし、ハイドフェルドが急遽ザウバーの製ドライバーになることが決定。ピレリはタイヤテストの公認を迎える必要があったため、9月16日に、会一でドライブ経験のあるロマングロージャンを任にすることを発表。さらに、9月23日には、ペドロデラロサを、 タイヤテストに起用することを発表した。タイヤは前日のピレリが明示していたコンセプト通り高いエンターテイメント性を図るためにあえて魔性、デグラデーションの大きいタイヤを開発した。各ドライバーはそれまでのタイヤサプライヤーであったブリジストンと比較して非常にデリケートなタイヤであると述べた。このあえて摩耗性の大きいタイヤの開発は通常の自動車競技の性質と意義、 技術躍進とは逆行したものであり、本来は自動車競技の技術提供となると自社のイメージアップへとつなげるため自社製品の性能の高さを見せることによって技術力の宣伝的な意味合いとなるのが通常である。したがってあえて逆行させたピレリの技術提供は同社のイメージを大きく損ねる可能性もあった。それを理解した上で買って出たピレリの英断を バーニー・エクレストンは高く評価をしている。摩耗が進むと徐々にではなく、突然に、グリップ力が落ちる性能をゆえ、クリフ、崖の意味、性能が、突然落ちる状態アンダーカット、崖を迎える前に、先行者より先に、タイヤ交換し崖を迎えた先行を追い抜くといった言葉が登場した。2番、開幕から7戦で7人が優勝する乱戦ぶりで、 タイヤの作動温度条件が非常に繊細で中盤まで各チームが困惑する性能だった。はさらに柔らかいタイヤを導入、コストダウンとして、ウラジオ、ケブラーから高線に変更。しかしイギリス GP などで走行中に突然、タイヤバーストを起こす危険な性能が批判を受け、途中から2012年仕様のタイヤに変更した。より、従来の6種類。 スーパーソフトソフトミディアムハードインターミディエートウェットに加え、新たにより柔らかいドライタイヤ、ウルトラソフトが追加された。サイドカラーは紫色で、市街地レースに使用すると発表されている。また、1イベントにつき、タイヤメーカーが供給する、ドライタイヤのコンパウンドが2種類から3種類に増加した。6月17日、会1タイヤサプライヤー契約を2019年まで、 延長することを正式発表した。は、レギュレーションの変更により、幅広のタイヤを供給。以前のタイヤを幅広にすると、結果的にグリップ力と耐久性を両立した、コンサバティブなタイヤを供給することとなった。クリフはあるものの最初から最後まで安定した性能を、発揮できる性能だったが、対外のレースが一回ストップで済む、耐久性は、 摩耗性の大きいタイヤとは別なものだった。カラは従来の7種類に加え、ウルトラソフトよりさらに柔らかいタイヤを導入することを発表。名称についてはファン投票により、メガソフト、エクストリームソフト、ハイパーソフトからバレることになり、結果、ハイパーソフトに決定。同時にもう一つのコンパウンドの追加も発表され、2018年は新たにハードよりも硬い。 スーパーハード、ウルトラソフトより柔らかい、ハイパーソフトの2種類が追加されることとなる。これに伴い、ドライタイヤのカラーリングは、下記の通りハイパーソフトが新たにピンク、スーパーハードがオレンジ、ハードがアイスブルーに変更される、ミディアムから、ウルトラソフトは従来のカラーリングのまま変更なし。大まかには、前年のタイヤを1段階ずつ、 柔らかい側へシフトして最後に、さらに柔らかいタイヤを用意したものとみられた。視覚的エンターテインメントとして、ピレリは7種類のタイヤが全て感染者や視聴者に識別できるように色分けを施している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。